新体操のは「新体操」のは新体操は1963年に機械体操から独立した際につけられた名称でそれ以前は携帯器具をもってする音楽伴奏団体演技というとても長い名称で呼ばれていた。 腹筋10分とキスの10分は同じ消費カロリーである情報を隠そうとすると逆に拡散されていくことをストライサンド効果と呼ぶ。 植物にも血液型が存在するオカピの体はオイルでテカテカ水をはじいて体温を下げないようになっている。 日本で一番多い名前は佐藤恵子。約2万2千人いる計算となる世界で一番目が悪い国は日本である野球のイチローは 次男である。ドラえもんの誕生日はもともと2012年9月3日だったが連載が進むにつれ近づいてしまったため2112年に変更された。 イメージによって重さの判断が変わることをシャンパンティエ効果と呼ぶ血液型が大型の人は蚊に刺されやすい毎年 ココナッツが原因で150名ほどがなくなっている海水は高い塩分濃度を有していると思われがちだが実は3%しか塩分が含まれていない フィンランドのサウナ施設は人口550万に対して約300万の施設がある伝統と権威のあるテニスのウィンブルドン大会もともとはクリケットの原型クロッケーのクラブが 壊れたグランド整備のローラーの修理費を集めるために気軽に開催したのが始まりである。騒がしい中でも自分に関係のあることは聞こえてくることをカクテルパーティー効果と呼ぶ。 カバの汗はピンク色である。ゆで卵と生卵の見分け方。卵を横に置き回転させよく回る方がゆで卵。規則に回って止まってしまう方が生卵である。 地球から約4億キロ離れたお羊座で輝く18等星にたこ焼きという名の小惑星があるエベレストの山頂では水が71度で沸騰する富士山は87度で沸騰する 日本人初のメダリストは第7回アントワープ大会で熊谷和也選手がテニスで獲得した銀メダルである。バナナの黒いあれはシュガースポットという。 モグラは太陽の光を浴びると死ぬというのは嘘である。大阪人の歩くスピードは毎秒1.6メートルで世界で一番歩くスピードが速い。 アンパンマンのあんこはつぶあんである。ゾウは哺乳類で唯一ジャンプすることができない生物である。閉店間際のスーパーで惣菜の値引き額が 半額以下になりづらい理由はあまりにも安くしてしまうと値引きを当てにする人が増え低価で売れなくなってしまうためである今までのオリンピック出場最年長は1920年第7回の射撃に出場した オスカー・スパーン選手72歳である結果は銀メダルであった生卵を割って出てくる白いブヨブヨのあれはカラザというキリンは 子供でも約2メートルあり動物の中で最も背が高い電柱の中は空洞である蕎麦をよく食べている人は高血圧になりにくいと言われている かゆみ止めの薬、無ひは、比べるものがないほど優れた効き目という意味の、ないに比率の比と書いて、無ひが由来となっている。無ひはブランド名で、製造販売は富山県の池田模範堂が行っている。 禁煙を開始する前の最後の一箱は普段とは違うまずい銘柄にすると成功率が上がる。プロ野球で何らかの理由で審判が試合に間に合わなかった場合試合協定事項に則っ,って その試合をすることになる両チームの選手、コーチから審判を出して試合をすることになる。ガードレールの端っこの曲がっているあそこの部分は袖ビームという。 ウサギの耳が長くて大きいのは音を集めるアンテナの働きと体温調節の働きをしている。消防車には二輪車バージョンも存在する。 蜂には目が5つある台湾式足裏マッサージを考えたのはスイス人であるボウリング場の貸しシューズは盗難防止用にあえてダサく作られている。 バタフライは、平泳ぎの選手が早く泳ぐために考案したが、平泳ぎより早く、多くの選手が平泳ぎの競技中に、バタフライで泳ぐようになってしまったため、議論の末、メルボルンオリンピックから新種目として独立することとなった。 石油ポンプのあれは醤油チュルチュルというみかんの缶詰は日本で生まれたものであるアメリカの電子レンジの説明書には 猫を電子レンジで乾かさないことと書いてある。ジンギスカンはモンゴル料理とは一切関係がない。日本人が羊の肉を食べやすくするために考えた料理で、モンゴルではそもそも あまり肉を焼いて食べる習慣がない。ドンキホーテには、ポップを作る専門の職人さんがいる。サンドバッグの中身は、当初は本当に砂が入っていたが、 砂はバッグの中で固まってしまいボクサーの拳を痛めてしまうためもう50年以上も前から砂は使われていない本についているしおりのひもあれをスピンという 秋の味覚として知られるサツマイモ。日本における品種の数は90以上にもなり、そのほとんどを国が開発している。キノコの山とタケノコの里の兄弟品、杉の子の村があった。 お風呂に入っている時に眠たくなっていつの間にか寝てしまうことがあるが、あれは睡眠ではなく徐々に気絶していっているのだ。サザエさんの家の茶の間などの背景は一切使い回しされず、 毎回新しく書き下ろされているカーテンの柄なども定期的に変わっているのだビーチバレーはネットの高さやボールの大きさなど基本的なことはバレーボールと同じだがボールの空気圧だけは バレーのボールよりも23割程度低い空気圧に設定されている刺身の下に敷かれているあれはドラキュラマットというピーナッツはナッツではない ナッツというのは、硬い殻を持った食べられる木の実の総称であり、栄養が豊富なナッツは天然のサプリメントとも呼ばれる。シャープペンは今や家電メーカーで知られるシャープが発明した。 シャープペンという名前もシャープの社名から来ている。U パックは切手で支払いができる。アスパラガスは収穫のピーク時、一日十センチ以上も成長する。 アントニオ猪木のテーマ曲、猪木ボンバイエのボンバイエとは、コンゴ民主共和国で使われているリンガラ語で、彼を殺せという意味である。ゴルフやアンケートで使うあの小さいペンは、 ペグシルという。野球の始球式の空振りは日本で生まれたとされている。日本で最初に始球式をしたとき、投球を行った政治家・教育者の大隈重信が偉すぎて、 打者が空振りをするしかなかったという逸話に由来する説があるグレープフルーツの名前の由来はブドウの房のように実がなることから来ているミーアキャットは 毒のある危険な生物を好む、サソリの毒でも死なないらしい。息子と娘の由来は似ており、娘はそもそも、無数女とも表せられる。息子の無数は呼吸の意味だけでなく、 生息などに見られる命や繁殖の意味を持つ。産むは、むすという読みがあり、生まれた男の子のことを息子、生まれた女の子を娘としていたことから今の字が当てられた。 マラソンの距離は42.195キロだが、距離が足りないと無効になることがあるため、大抵の場合、数メートルから数十メートルほど余計に距離をとっている。規定では0.1プラスまでの誤差なら認められている。 ボウリングにおいて倒れたピンを立てる作業を行っていた人のことをピンボーイというピンボーイは給料が高かった地球の回転速度は100年で1,000分の1秒ほど長くなっていくと言われている。 地球が生まれた約46億年前は1日が5時間程度しかなかった魚料理を定期的に食べていると脳卒中や心臓病のような循環器系の病気リスクを抑えることができる。 特に脳卒中は40%もリスクが下がる中国でドラえもんは机器猫と3文字で書かれるスネ夫は小さいに夫と書かれ つまらないやつの意味であるプロゴルファータイガー・ウッズの本名はエルドリック・ウッズタイガーとは父親がベトナムで戦った時の恩人がタイガーと呼ばれていたため 息子にニックネームとしてつけたのだそうだ傘の先端のあれは石づきという駅伝が誕生したきっかけは引っ越しである。 人間は生まれた時300本の骨があるが大人になると206本になるコアラは1日22時間眠る日本代表の所属する 日本サッカー協会のシンボルマークに使われている黄色はサッカー協会らしく構成を表現しているが青色ははつらつとした青春を表しているボールを抑えている三本足の鳥はヤタガラスである スーパーで袋詰めするあの台のことをサッカー台と呼ぶオリンピックメダルといえば丸い形のメダルを思い浮かべるが過去には四角いメダルもあった松屋では ライスのみを160円で注文できる。味噌汁もついてくるが、券売機にない裏メニューのため、注文はカウンターから直接声をかける必要がある。アルプス一万尺の歌詞は29番まである。 大相撲のインタビューで、インタビューを受けている際、はぁ、あ、はぁと息を切らしている力士が多いが、これは取り組みが終わったからというより、次の取り組みに間に合わせるように、インタビュー室まで走ってきていることの方が大きい。 トイレ掃除のガポガポするあれはラバーカップという。位置について用意どんの位置について用意の合図を考えたのは東京神田に住んでいた山田秀夫さんである。 世界で一番古いとされているレシピはビールのものである。1970年までは公衆電話は10円で使い放題であった。しかし長話をする人がいるという理由で、 三分で打ち切り型に変わった。ブラジルの首都はサンパウロでもリオデジャネイロでもなくブラジリアである。マラソンの先導役。通常。 大きな大会の先導役は白バイが行うがその選考方法は毎年鈴鹿サーキットで開催される全国白バイ大会にて上位入賞することであるカーテンレールの動くあれをランナーと呼ぶ 運動会をするようになった理由は当時の日本の体育の授業が馬術や武道だけで体を動かす機会が少なかったためその状況を見てイギリス海軍顧問団の団長として日本に滞在していたアーチポルド・ルシアス・ダグラスによって 最初に開催された電車の中で利き腕を後ろ足の角度は60度くらいで進行方向に向かって斜めに立つとふらつきにくいゲートボールは もともと子供の不良化防止のために作られた。フィギュアスケートのフィギュアとは英語で図形という意味。もともと華麗に踊るスポーツではなく氷の上にどれだけ綺麗に図形を描くことができるか。 というスポーツであった靴ひもの先端のプラスチックのあれは「アグレット」というサーファーには納豆アレルギーが多い。 土俵の下には、スルメが埋めてある。ポケモンの、サトシの本名は、ユウザキサトシ、10歳。カスミは、ミズノカスミ、10歳。タケシは、ハイタニタケシ、15歳。ムサシは、 宮崎武蔵二十歳小次郎は青崎小次郎二十歳であるザリガニのおしっこは顔から出る亀は生まれた時の温度によって 性別が決まる。28度を境に、温度が低いとオス、高いとメスが生まれる。バスケットボール選手の背番号。一番若い番号は4番。一から三番は 国際ルールによって使用が禁止されている。これは、得点が入った際、1点2点3点と審判が指で表し、反則を行った選手を表す時にも、背番号を指で表すため、重複してややこしくならないようにするためである。 綾瀬はるかの本名は、田出丸綾。折た薪は、原まりな。石原さとみは、石上美子。桐谷美玲は、松岡さやさ。泉ピン子は、竹本さよである。 カレーのルーを入れる魔法のランプのような形をしたあれはグレービーボートと言うゴルフボールにある小さなくぼみあれはディンブルと呼びくぼみエクボという意味である ディンブルがあるかどうかで空気抵抗が変わり揚力の増加も期待できるディンブルがあるものとないものでは飛距離が2倍以上違うと言われている JR 品川駅は品川区ではなく 港区にある股間のチャックが原因で救急救命室に運ばれる男性が毎年1700名いるクモはコーヒーを飲むとでたらめな巣を作る 馬は鼻でしか呼吸をできないオリンピックで使われるプールは5 0メートルだが正確に言えば5 0メートル2センチのプールである4月14日は オレンジデーである二人の愛を確かめ合う日なのだとかイタリアで毎年かくれんぼ自慢の大人たちが集まって世界一を競う大会がある。 東西南北と書いて、よもひろと読む名字がある。ベランダとバルコニーの違いは、屋根があるものがベランダで、ないものがバルコニーである。 ピアスの穴を開けるとスポーツが下手になると言われているインド発祥のスポーツカバディ。競技中に常に言う「カバディ」というこの言葉これがどういう意味なのかインド人も知らないのだそうだ。 4月2日はイギリスでトゥルーエイプリルと言いい真実しか言ってはいけない日なのだそうだオリンピックの金メダルは額縁に入れて飾ってもよいしお金に困った時は売ってもよい ベンツのマークは陸海空すべて制覇するという意味であるあくびを止めたい時はあくびが出そうになった時舌の先で上唇を少しなめるとあくびを止めることができる。 サッカーのゴール横に公衆電話のあるスタジアムがある傘はもともと影を作るために作られたブラックホールに落ちたら 次第に時間が引き延ばされていき、事象の地平線と呼ばれる、光さえ脱出できない領域に達した時に、ピタッと時間が止まる。実際は、そこに到達する前に、バラバラに分解されるという。 パーソナルゾーンという心理的に踏み込まれると緊張してしまう範囲がある。これには男女差があり、男が1、2メートルなのに対し、女は数十センチもない。つまり男があいつは俺のこと好きだと思っても、 女は何も感じていなかったりするインタビューで放送席放送席と2回繰り返すのはマイクの音量調節のためである監修ではあったが必ずしも2回繰り返す必要はなくなっている ヒーローインタビューを最初にしたのは日本ハムファイターズで1974年のことである。〇〇名産といった表示は観光地で販売される土産物でしか使ってはいけない。 ダンゴムシは壁にぶつかり右に曲がると次は左に曲がるという習性がある。ハンガリー語で塩が足りないことを塩足らんという。 ムックのモデルはジョン・レノンである。静岡県の人口当たりの交通事故は全国平均の1.4倍ほどとかなり高いが、その理由は富士山が美しいからだと言われている。 東名高速道路でも富士山が見える区間は見えない区間に比べ事故が多くなっている広島はバレーボールの製造が世界一のシェアを誇っている。 猫は肋骨が触れるぐらいでないと小太りである明嫁は江戸時代から使われていた早口言葉でおなじみの 東京特許許可局は存在しない曇ってくるとチューリップの花は閉じる中華料理のターンテーブルは日本人が発明した。 恋は喉の奥に歯を持っているかなり強力でシジミやタニシを丸ごと噛み砕き貝殻だけをエラブタから吐き出すことができる試合前にエンジンを組んで掛け声をすると。 士気が高まるように見えるが、逆効果で、プレイの質が低下する。バヌアツ共和国には、エロマンガトウという名前の島があるが、これは、現地の言葉で、人間ですという意味である。 将棋の負の裏側に書いてあるのは、ひらがなのとではなく、金という漢字の崩し文字である。居眠りは寝てはいけない時に寝てしまうこと。うたた寝は寝てもいい合間に寝ること。 動物園のパンダは馬肉が与えられている。マムシは有名な毒蛇だが仮に噛まれてもその結果死亡する可能性は0.5%以下。 オリンピックの選手村には村長がいる。チンプという言葉をつまらないとして使われているが、チンプは世の中にすでにありふれている平凡なという意味で使う。 インドでは法的に犬と結婚することが認められているメガネドラッグの社員は全員メガネをかけているエッフェル塔は 温度差の関係で夏と冬で高さが15センチメートル違うエレベーターは何重にも安全対策が取られているカゴをつけているロープは 通常の10倍の力がかかっても十分に耐えられるようになっており、万が一ロープが切れてしまっても、カゴのスピードが1.3倍になった時点で補助ロープが作動し、モーターを強制的に止め、さらに1.4倍になった時、カゴの左右にある、 ガイドレールによって非常停止させられるその上エレベーターの底にはバネ式や油圧式のクッションが付けられており地面との激突を防ぐことができるフィギュアスケートの衣装は露出しすぎると 原点である平井賢が歌っていることで有名な大きな古時計の英語原曲は大きな古時計が動いていたのは100年ではなく90年であるおじいさんが生きていたのも 100年ではなく90年 G ショックの製造メーカーのカシオは A ショックから Z ショックまで商標登録している。 形成外科は体の表面の部分で、整形外科は筋肉など体の内側部分専門である。トマトは昔鑑賞用に作られていた。 本物の麻薬を売ると麻薬取締法違反で捕まるが何の効果もない偽物を麻薬と偽って売った場合も薬事法違反で捕まるナイキのロゴのデザイン料は35ドルであった 蝶の数え方は、一匹二匹ではなく、一頭二頭である。消費税還元セール。消費税はかかりません。と言って販売するのは NG で。消費税相当分還元セール。 消費税は当社が負担しますと言うのは OK である海上自衛隊は金曜日に必ずカレーライスを食べるビールの泡は ビールと言えるのかどうかを裁判で争ったことがあるソファーはクッションを起源として発明された車のナンバーのひらがなにはおへ しんの4つは使われないタコは外敵に襲われた際自分の足を切り離して逃げることができなくなった足はすぐに再生されるがストレスにより 自らの足を食べてしまった場合は再生しない。卓球のラケットは大きさや形に制限がなく、いくらでも大きくてもいいし、星型やハート型などの形をしたラケットでもよい。 パソコンの故障の原因第一位は埃である注文すると必ずついてくるコーヒーの受け皿この受け皿はコーヒーを冷ますためにある昔の人は コーヒーを受け皿に移し冷ましながら飲んでいた。鑑賞は観光の缶と鑑定の缶どちらもあるが観光の缶の方の鑑賞はものを見てその美しさや 趣などを味わい、楽しむこと。鑑定の勘の方の鑑賞は、芸術作品などを見たり、聞いたり、読んだりして、それが表現しようとするところをつかみ取り、その良さを味わうことである。 ブラジルの誕生日のお祝いでは顔に生卵をかけられその上に小麦粉をかけられるという習慣もある水戸黄門は全国には行っておらず自宅の近辺だけのことである。 キリンの一日の睡眠時間は十二分である。昔、イギリスでは、容疑者にパンとチーズを一切れ与え、飲み込めなかったら有罪であった。同様に日本でも、熱湯の中の土や、 小石をつかませて、やけどをしたら有罪であった。棒高飛びは、第二次世界大戦をきっかけに、ポールの素材に大きな変化が起き、日本は技術革新から遅れ、棒高飛びの能力も、 低迷していった。スーパーファミコンの新女神転生には、電源を入れたとき、6万5千535分の1の確率で、画面いっぱいに、カタカナで、早く消せ、と表示される。 頂点』のテーマ曲には歌詞が存在するマクドナルドのキャラクタードナルドの本名はロナルド車が止まってしまうエンスト和製英語で「 エンジンストップの略だが、英語圏では、ストップではなく、エンジンストールという、略すと同じく、エンストになる。ちなみに、ストールとは、立ち往生という意味である。エッフェル塔と、 自由の女神の設計者は同一人物であるモスバーガーのモスはマウンテン、オーシャン、サンの頭文字から来ている指切り幻慢ん 嘘ついたら針千本のます、指切った、の、幻漫とは、漢字で書くと、拳に、一万の万、となり、握り拳で、一万回殴るという意味になる。1964年。 東京オリンピックが開催されるその5年前国立競技場は臨時のゴルフ練習場打ちっぱなしであった日本銀行の建物は上から見ると日本の通貨の単位である円 という漢字の形になっている「テンガロンハット」は「水が10ガロン入る」という意味で名付けられた力士の頭にある「曲げ」一応「 土俵の下に落ちた時に頭を保護する役目があると言われている痩せ我慢という言い回しがあるが韓国では同じ意味でデブ我慢というカルタは ポルトガル語である。警察庁には700万人分以上の指紋が登録されているが、指紋の持ち主が75歳になった時に削除される。その年齢になれば、もう犯罪は起こさないだろう。 という理由からである。ただ、凶悪犯においては生涯登録されている。夜空が暗いのは宇宙が膨張しているから。人間は、 一日に約2万5千回もまばたきをしている満足世界幸福先生正月アホウ金玉、タギタギタギこれらはすべて実在する名字である。 段落は正しくは一段落と読むヨーロッパの洗濯機は高温の温水で汚れを落とす洗濯機が主流であるその理由は欧州の水は香水のため洗剤が溶けにくく 効果が期待できないためである。イングランドで初めてサッカーの選手権大会 FA カップが行われた1871年に初めてサッカーの試合時間は90分と決められたそこから ロスタイムの概念ができたのは20年後のことである。のしは本来はアワビの肉を干したのしアワビを包んだものであり昔はケージに海産物を送る習わしから昆布やタイなどを添えていたことが由来である。 栃木県の県名の由来はその名の通り土地の木が多く生えていたからと言われるがはっきりとした理由は不明である栃木には日光があり日光県とする候補もあったが徳川家由来の日光に明治新政府が難色を示したため 栃木が採用されたとも言われている。イタリアでは梅毒のことをフランス病と呼ぶのに対してフランスでは梅毒のことをイタリア病と呼ぶ。 図書館には本棚に並んでいて手に取ることができる閲覧可能な本のほかに貴重な本や古くて借りられにくくなった本が収蔵されている閉鎖書庫というものがある一般の人は中には入れないがこの閉花書庫に保管されている本の数はとても多く 図書館によっては、8割以上の本が、平鎖図書に置かれている。おはぎとぼたもちは、地域によって差があるものの、基本的には同じものである。春の彼岸はぼたもち、秋の彼岸には、おはぎと呼ばれる。 タレント小坂井和樹の父親は、第9次、第15次の南極地域観測隊に同行したこともある寿司職人であり、民間人としては初の南極越冬隊員である。 オランダ人の探検家が見つけた島は、オランダのゼーラント州にちなんで、ノバゼーランティアと名付けられた。これを英語読みにすると、ニュージーランドになる。また、このオランダ人は、タズマンという名前で、タスマニア島の由来となっている。 仏の顔も三度までと聞くと、四回目は許されないと解釈できるが、もともとは仏の顔も三度なずれば腹を立つという表現が由来で、四度目ではなく三度目に怒られる。ラジオでは、 振幅変調は音質が悪いが遠くまで届く特徴があり周波数変調は音質は良いが遠くまで届かない特徴がある AM ラジオでトーク番組が多く FM ラジオで音楽番組が多いのはこの理由である振幅変調が AM 周波数変調が FM である「鬼滅の刃」の珍しい名字「かまど」という名字の人は全国で10名いる「品津川」はおよそ10名「産屋敷」は200名主に三重県にいる 関露寺は五十名、つゆりはおよそ五十名である。他にも、無敵、鬼、ゴウマ、などという名字も存在する。女性用下着メーカーワコールは、 京都のアクセサリー販売業である和光商事の名前から名付けられた和光商事の名を永遠に留めるという意味の和光売るを英語風に表現したものが現在のブランド名となっている大根は 見た目としては白いが、本来は細胞や繊維質は透明に近く、光の屈折具合で白に見えている。大根を煮ると繊維質の崩壊と光の加減によって透明に近くなっていくのだ。 野球は最初は21点を先に取った方が勝ちというルールにしていたが時間が読まずに長引く試合が増えたため12回に限定することにしたしかしそれでも長引く試合が増えたため4分の3である9回にすることとなったのだ コロナ禍ニュースでよく使われる「コロナ禍」この「か」という字は「災い」という意味を持ち四季の中でも「災い」を転じて服となすと災害の際の災いではなく「コロナ禍の「か」の方で使われている。災いには 天災など、防ぎようのない災害の際と書く災いとは違い、人の努力によって防ぐことができるという意味が含まれており、コロナウイルスという脅威は乗り越えることができるという意味合いでニュースで使われていると解釈される。しかし、 このかという字は渦に非常に似ており渦もかと読めてしまうことから現在複数のニュースサイトでコロナ渦という間違ったタイトルが付けられている北極と南極では 陸地がある分だけ標高がある南極の方が最低気温が低い犬のための犬専用のテレビ番組が存在する漫画や映画で 人間の脳のほとんどは使われていないという説があるがあれは嘘で脳の研究が進んでいなかった頃の誤解である最近では脳はほとんどが使われているという説が正しいとされている パナソニックのテレビ関連ブランド「ビエラは映像時代つまり「ビジョンエラー」を略したものとされる男子と女子の「死」について「子供用ではないのに公共トイレは」 男子子トトイイレレと女子トイレがある。大人ばかりなのにサッカー日本女子代表と「死という漢字が使われるこの「死は子どもの「子ではなく人や人物を表す設備語であるつまり「男子で」「男である人」という意味になる。 何歳になっても女子会を開くことは可能である塗り薬として親しまれてきた赤チンはヨードンキと比べ塗った箇所が赤色になったから赤いヨードンキと呼ばれたものが略された名前である。 正式にはマーキュロクロムといいヨードチンキとは関係がない寝る前に足の裏にサロンパスを貼ると足の疲れやむくみが取れる足の裏は体の末端に当たるため刺激すると 全身の血行が良くなり安眠やすっきりした目覚めができるとのことだしかし医薬品は正しい用法用量使用部位に使わなくてはならない足が8本しかないタコイカというイカがいる。 〇〇県〇〇市〇〇町。これを読んだとき、県と市は誰が読んでも県と市になるが、町に関しては日本人の約6割が町と読み、残りの4割が町と読む。関東にあるすべての自治体は町で、 関西では、ウである。この境界線は大体、愛知県から福井県まで、で分かれている。マスクメロンのマスクは、ムスクのような香りのことである。 米軍の厚木基地は神奈川県の厚木市ではなく綾瀬市にある1957年全米ゴルフで優勝したジャキプーンはスコアの計算を間違え優勝が取り消された。 賞金1,500ドルを得られなくなったが同情したファンにより募金が集められその総額が5,000ドルになったため優勝賞金以上の大金を手に入れた植物にも血液型がある。 秋葉原の読み方はもちろん秋葉原であるが普通に漢字を読むと秋葉原と読めるこの葉と葉が入れ替わることを音位転換と言い音の並びを入れ替えることで人が発音しやすくなるときに起こる現象である子供がトウモロコシのことを とうも殺しというのと同じ理屈である「過半数を超える」という言葉は「半数を過ぎる」と「超える」で意味が重複しており本来は御用となる。 闘牛において、牛は闘牛士の持つ赤い布に突進する姿は印象的だが、実は牛はあの赤い布の赤色に興奮しているのではなく、あの赤い布の動きに興奮しているのだ。 できちゃった婚はアメリカでは娘の父親がショットガンを持ってくるという意味でショットガン婚と言われる「会議が煮詰まるとは会議が行き詰まってしまうのではなく」 会議の結論が出せそうな時に使う。ジャストフィットは直訳するとギリギリフィットしているという意味になりあと少しでアウトになる状態のことである。 女優の泉ピン子はもともと女芸人である芸名はピンから霧までいる芸能界のピンを目指せという意味で付けられた血液型が大型の人は蚊に刺されやすい。 スコットランド人の祖先がウシュクベーハーと呼んだものがウイスキーという言葉に変化しロシア人がズッツネーニャワダと呼んだものがウォッカという言葉に変化しフランスではブランデーのことをオドビと呼んでいるこのいずれもが 命の水という意味である白バイは昭和11年まで赤色であった計算上1回の検索でグーグルは「 十二銭と稼いでいる大阪の不明の由来は「坂のある土地」という意味で室町時代から「大阪」という地名が残るしかし「大きな坂」という意味ではなく「お坂」 が転じたものではないかと言われている「オタクの語源」もともとは山手言葉で「あなた様」を表す「オタク様」から来ており当時仲間内で相手に対し「オタクはどう思う」と 頻繁に会話で使用していたのが由来である。ピーコの所属する事務所、オフィスオスギとピーコに、オスギは所属していない。モグラは、 太陽の光を浴びると死ぬは嘘である「父離れ」は正しくは「父離れ」と読む高知県では 食べられる緩衝材としてポップコーンが販売されている。三重の懸命の由来は、古事記において、大和武ブが東方遠征を終えた人において、私の足は三重に曲がってとても疲れてしまった。 という言葉を残したこととされる「8月1日」と書いて「ずみと読む名字が存在する写真共有 SNS インスタグラムは「 インスタントテレグラムの略である打ち上げ花火が「Q」となる理由は「Q」という音を出すために笛がつけられているのだ。 セルフ式ガソリンスタンドに従業員がいるのは、客が使い方がわからず困った時に対応するためというのも理由の一つであるが、それ以上に重要な役割があり、それはガソリンスタンドにはどの時間帯にも必ず危険物取扱者、 の資格を持った人を置かなければならないという決まりがあるためである。ウサギはなぜ和で数えるのか。それは仏教では本来ウサギを食べてはいけないが、当時の人がどうしてもお肉を食べたかったため。 ウサギは鳥だから OK という理由をつけたためと言われているボーリングの原型を作ったのは宗教革命で有名なルターだと言われている犬飼い鳥飼い ウカイなどの名字は、権力者からその動物を飼育することを命じられていたことからとされる。動物を操ることは、ステータスの一つであったことから、職業的には重要とされていたともされる。武道の挨拶などで使う。 オスは、おはようございますが、おはーす、オオス、オスと、短くなっていった形であり、京都の武道学校で、押して忍ぶという当て字が当てられた言葉である。つまり、武道の世界では、試合開始時にお互い、おはようございますと、 いしてるることになる楽器のビオラに大きなを意味するオーネがついたビオローネという楽器がありそれに小さなを意味するチェロがついたバイオロンチェロという楽器が生まれた。次第にその楽器は チェロと呼ばれるようになったが本来であれば小さな大きなビオラということになる白ロサイとクロサイに体の色に違いはなく口の形が白ロサイは広くなっていることをワイド・広いをホワイト・白い と聞き間違えたことで「白菜」と命名されてしまったイギリスではドアを開けた瞬間に殺されないように女性を盾として先に入室させていたこれがレディーファーストの起源とされ女性への優しさとは逆の起源を持つ。 寿司・天ぷら藤山芸者これらの言葉は外国語でも通用する日本語として有名だが天ぷらについてはもともとポルトガル語が語源でそれがなまったものである「沖縄」の県名の由来は「 沖の魚の場、沖の名の輪が沖合の酒場となり、これが語源とされるという説と、陶器場所、沖那覇が起源とされる説がある。立派な人や地位の高い人の集まりを、 キラ星のごとくと表現するが、この言葉はキラ星のごとくと言葉を分けるのが正しい。星に濁点はつけずに読むのが正解なのだ。キラは立派な衣服を指し、それが星のように並んでいることが言葉の由来である。 閲覧は、調べながら見る、という意味で、さっと目を通すことや、漫画などを読むことは、閲覧とは言わない。前週では、お互いに問答を交わして、悟りの深さを確かめ合うことを、一愛一殺と呼ばれ、これが、 挨拶となった。バスケットボールでは審判が得点を示す時もファウルをした選手を示す時もその数字を指の数で表すためユニフォームは1から3の数字をつけることが禁じられている。 CD を開発していたとき、最大で録音できる長さを決めるときに、世界的指揮者のカラヤンの、ベートーベンの、第九が収まる長さがふさわしい、という一言を機に、12センチメートルの CD は74分という規格に決まったという。しかし、 ベートーベンの大工は70分以内に収まるというのだ計算上普通のコピー用紙の厚さの紙を43回半分に折ると月に届く高さになる。 薬の CM は、用法用量をお守りくださいのテロップとともに、視聴者への中期喚起のため、ピンポン、またはそれに類した音を入れることが、医薬品協会から義務付けられている。ドラえもんの尻尾を引っ張ると、 あらゆる機能が停止するという設定がある。しかし、もともとは、尻尾を引っ張ると、突然姿が消えるという設定であった。藤子藤代が、それの何が面白いんだ、と、その設定はなかったことになった。 『スター・ウォーズ』のエピソード3は平日に公開されたためアメリカでは600億円近い損失があったといわれているソフトクリームは英語のソフトサーブアイスクリームが略された和製英語である英語では ソフトサーブが一般的な呼び方であるビートたけしは「ダンカンバカ野郎と言ったことはなくもともとは松村邦弘がビートたけしが言いそうなセリフモノマネで放ったフレーズが世間に浸透したものである。 しかし、たけしのダンカンバカ野郎というビートたけしの冠番組が放送されたことがある。電子レンジのチンという音は、自転車のベルの音を真似たもので、当時の電子レンジの中には実際に、 自転車のベルが搭載されていたミスター・チルドレンのボーカル櫻井は中学時代に落語研究会に所属し「一級寿」という講座名を持っていた「空飛」とは 辛いものが好きという人のことではなく甘いものよりも酒が好きということである神奈川県の県名の由来は現在の横浜市神奈川区付近に流れていた上梨川が起源とされている テニスでゼロ点の状態のことをラブという由来は諸説あるが有名なのはフランス語で卵を意味する言葉をイギリスに入った時に発音上ラブに訳されたことからと言われているパンダの尻尾は 基本的に白色だが、イラストやぬいぐるみは、尻尾が黒色であることが多い。それは、日中の国交が正常化するまで、正面の写真しかなかったことが原因とされる。琵琶湖は、河川法上は、河川に分類される。 三面記事とはこの由来は明治時代の新聞は4ページで構成されるのが普通で一面は広告二面は政治経済そして三面が社会面であったことの名残である恐ろしさを感じるときに言う。 桑原桑原とは、菅原の道真の領地であった桑原という地名のことを指し、その地は雷雲が来ても一度も落雷がなかったことから、そこに逃げれば恐ろしいことが避けられるという意味で使われるようになった。 社交界の清掃であった塩ビ服に対し、喫煙所で使用されるための室内着であるスモーキングジャケットが存在する。アメリカの富豪のロリラードがその室内着で社交上に現れたことが人々に伝わり、それから彼の別荘地の名前、タキシードパークから、 スモーキングジャケットはタキシードと呼ばれるようになったかゆみ止め薬の無比は比べるものがないほど優れた効き目という意味の無比が由来となっている無比はブランド名であり製造販売は富山県の 池田も反動が行っているオーロラは太陽のプラズマが大気とぶつかることで発生する緑や赤に見えるときは酸素分子青く見えるときは窒素分子がぶつかっている コカ・コーラ社の缶コーヒージョージアはアメリカのコカ・コーラ本社があるジョージア州にちなんで日本コカ・コーラ社が名付けたものである。しかし缶コーヒーは売れないとして販売に反対したのはアメリカ本社だったという。 鉛筆にはもともと製図をする人用に硬さをレベル化した H と画家用に濃さをレベル化した B という全く別軸のグレードが用意されたが両方を兼ね備えた HB が生まれると H と B は同軸上の連続したグレードへと変わってしまったという経緯がある。 大塩平八郎の乱などの乱は権力者に対して反乱を起こしたが失敗に終わった歴史的事件を指す。本能寺の変などの変は権力者に対して反乱を起こした結果、成功に終わり政治的変化が起きた歴史的事件を指す。 オーストラリアの首都となる都市はメルボルンとシドニーの間で争われたが収拾がつかないため距離的に中間にあるキャンベラという田舎町が折衷案として首都に選ばれた無意味で新しい言葉を作ってそれを流行らせられるかどうか。 という遊びをしていたアイルランドの劇場の支配人の男が街の至るところに落書きしたある言葉が有名になりついに辞書にまで載ったというその言葉がクイズ人に問うという意味のクイズの語源となった 洋菓子のウェハースとワッフルの語源は同じで、ドイツ語の古語で蜂の巣を意味するワッフェルに起因する。英語で表記するとき、w-a-f-e-r になったものが複数形になったものがウェハース。ワッフルと変化したものがワッフルとなった。 日本の国土面積は世界61位で全世界の国の中でも上位3分の1に入るまた排他的経済水域の広さは世界6位であるテレビなどでは 東京ドーム何個分という表現をよくするが、1個分は約46平方メートルで、正方形換算で220メートル四方。一辺の長さが2倍になると、面積は4倍になると考えると、1キロ四方の土地は、 東京ドーム20.5個分ということになる。お菓子のラングド社はフランス語で猫の舌という意味。生地の表面が猫の舌と同じくザラザラしていることから来ている。 日本人で、海外で初めてプロサッカー選手になったのは、歌手のさだまさしの実の兄である。豆腐は腐った豆と角が、これは豆腐発祥の地中国で、ぷよぷよして、 柔らかいものに対して腐るという字を当てるためであるなので柔らかい豆という意味で豆腐である贅沢三昧などに使われる三昧とは精神を一つに集中するという意味のサンスクリット語 サマーディの音訳で、仏教などでは、ヨガや禅の行によって到達する究極の境地のことをそう呼ぶ。日本では、江戸時代の頃の庶民の中に浸透し、次第に自己中心的な考えを指すようになっていった。 サッカーワールドカップに日本代表が出場したのは1998年のフランス大会であるが実は第1回となる1930年のウルグアイ大会に出場の正体が届いていた。 昭和初期の銀座の高級寿司で面白いものが食べたいという客のリクエストを受けて作ったのが酢飯をのりで囲ってその上にイクラを乗せた寿司であったこれが日本で初めての寿司ネタにイクラを使った寿司であり日本で初めての軍艦巻きだったという 鼻呼吸は片方の穴で行われており、3時間程度のペースで使う穴の左右が入れ替わる。アメリカの語源。コロンブスの後にアメリカ探検をしたアメリーゴ・ベスブッチという人が、 コロンブスが報告書を出し遅れている間に自分の探検の時期を二年早めて報告してしまいそれを見たドイツの地図制作者がそのまま地図に書き入れてしまったためである織田信長の弟である 織田長政は、浦草へと名乗っており、徳川家康が幕府を開いた際に、長政は、現在の月屋橋周辺を与えられたことから、この地が、浦久原と呼ばれるようになった。やがて明治となり、この地は、有楽町と名付けられた。 現れるは、表示の表と、現実の現、二種類の使い分けがあるが、現れるものが抽象的なものか、具体的なものかで分けられる。感情が現れる。成果が現れるといった、具体的なものでないものは、表示の表で現れる。熊が現れる。 姿を表すなど具体的なものの場合は現実の現で現れるという使い分けがされる3分クッキングでおなじみの食品メーカーはキユーピーではなく正しくはキユーピーである。 マクドナルドのロゴマークは頭文字の M をかたどったものではなく、シカゴ郊外に開いた1号店の店舗デザインに黄色いオブジェをあしらったことから、このオブジェはゴールデンアーチと呼ばれ、ロゴマークもその名前を踏襲している。 20歳以下は入場禁止というのは20歳を含む。20歳未満は入場禁止は20歳を含まない。30度以上の気温は30度を含む。30度を超える気温は30度を含まない。 ベースボールを野球という日本語名にしたのは、正岡式と勘違いされることが多い。正岡式は現在でも使われる野球用語を多く生み出したが、実際に野球という名前を作り出したのは、中間叶えという人物である。 ティーンエイジャーは一般的に10代のことを意味するが、正確に言えば13歳から19歳までの年齢を指す言葉である。これらの年齢には英語でティーンがつくためである。 空気の中でお酒を飲むと気圧の関係で通常より3倍近く酔っ払ってしまうことがわかっている空の上のため医療的な手当を受けることもできないためお酒に弱い人は特に注意が必要である リンチといえば、大勢で一人を取り囲んで暴力を振るうことのイメージがあるが、正しくは、法の手続きを踏まずに、私的な制裁や罰を与えることを意味する。アメリカのキャプテン・リンチという施設法廷の主催者の名前にちなんでいる。 サッカー日本代表はかつて戦前にフィリピン代表に15点入れられて大敗したその50年後にフィリピン代表に15点入れて大勝したことがあるコンセントというのは電気器具の電源プラグを差し込むために 壁に固定されている差し込み口のことでありコンセントを差し込むという言い方はしないシロアリはアリとは科目が違う「しかめ面で表されるように しかめるのは顔で眉をしかめるという表現はない同じような表現として眉をひそめると混合されていることが多いカバは漢字で川に馬でカバと書くカバは英語でヒポポタマス と呼もともとはギリシャ語の馬ヒポと川ポタマスが直訳されたものとされる葉っぱが紅葉する原因は糖分にあり葉っぱを砂糖水につけて経過観察すると秋でなくても 葉っぱを紅葉させることができる人口密度世界1位はモナコで1平方キロメートルに2万人弱世界最下位はグリーンランドで1平方キロメートルに1人弱と言われる世界平均は 1> 1平方キロメートルに400人程度日本は1平方キロメートルに350人前後とされる中南米の先住民の言葉でアボカドは紅岩の意味もあり欧州では 弁護士という意味もある東西南北と書いてよもひろと読む名字が存在するハロウィンはハローイブがなまったものでこのイブは クリスマスイブと同様「前日」という意味である広島県の県名の由来は長くこの地を治めた毛利家の祖先である大江博元の広ともともとこの地で力を持っていた。 福島県庁の島が合わさった名前とされているしかし広いデルタ地帯である地形から名付けられたという説もある年を重ねると涙もろくなるのは脳のブレーキが緩みやすくなるからである。 ドラ息子昔、遊郭では、ドラを鳴らしてお客を呼んでいた。そこから、金をつくと、お金をつくをひっかけて、遊びまくる息子のことを、ドラ息子と呼ぶようになった。 プロ野球球団も所有する IT 企業の DNA の社名は遺伝子物質の DNA と e コマースの E を組み合わせたもので e コマースの新しい遺伝子を世の中に広めていく DNA でありたいとの願いからである D の左に コロンがついているのは英語で笑顔を表すデライトマークのためである QR コード開発のきっかけは囲碁である直角三角形の 斜辺の二乗は他の二辺の二乗の和に等しいというピタゴラスの定理はピタゴラスの生まれる前から人類はすでに発見し使っていたとされている。歴史体のことを時代劇などで土左衛門と呼ぶことがあるが これは江戸時代の相撲力士の成瀬川土左衛門のぶよぶよな体型に歴死体が似ていることからいつしか使われるようになったとされる日本の名字には「ん」から始まるものがある「ねさ坂」 マコシ、ガムラ。他にも、和音の、ウから始まる名字もある。ウォサカ、ウォビナタ、お弓、である。しかし、現在で確認されている、五十音最後の名字は、ワンメ、である。 日本の読み方日本は日本と日本二通りに読めるが本来正しいとされているのは日本の方で国際機関などにもこちらで届けてあるしかし現実にはどちらを使っても間違っているとは言えない カノウ姉妹は本当の姉妹ではなくグループ名であるもともとはカノウ京子の実の妹が参加した形で3人で活動していた商売を行うことを飽きないと言うが これは収穫した農作物や折った反物などを物と交換する時期が秋だったため秋を行うという意味の秋納付から生まれた言葉である株式の指標であるダウ平均は ダウ・ジョーンズ社の発行するウォール・ストリート・ジャーナル紙による代表銘柄の平均株価のことである創業者のダウ氏とジョーンズ氏は証券取引所の近くに小さな会社を構え手書きの経済ニュースを配っていたといい 関西中心に活躍する女性漫才コンビハイヒールの名前はハイヒール桃子が所属していた暴走族の名前が由来であるドラえもんでしずかちゃんのキャーのび太さんのエッチとジャイアンののび太のくせに生意気だぞ というセリフは原作にはないもので声優陣の考えたオリジナルのセリフと言われている京都から奈良へ向かう JR 奈良線は奈良に到達しない。 ショートヘアが似合う 5.5cm ルのルールショートヘアが似合うかどうかは耳の下から顎の先端までの長さが 5.5cm 未満だとショートカットが似合うとされるサは河口付近の淡水と 海水が入り混じった寄水域と呼ばれる場所に来ると、三日から一週間ほどその場所で過ごし、それぞれの環境に適した体へと変化させている。なので、川で泳いでいる酒を捕まえ、いきなり海に入れると、細胞がしぼんでしまい、生きてはいけない。 工事園に「園という言葉は掲載されていない言葉順では「園が乗るべき場所には「甲子園」が乗っている入浴剤の泡は体に当てても意味がない。 ベッドの寿命は2年と言われているが、マットレスの向きを定期的に変えると、その寿命を伸ばすことができる。セルフのガソリンスタンドには、安全確認をする従業員がおり、その従業員が OK を出さなければ、 給油が行われない動物の利き腕人間だけでなく猿や猫にも右利き左利きがある日本人は9割以上が右利きと言われているが動物の場合は1対1である。 ルパン三世の銭形警部の名前は光一である。段ボールをガムテープで留めるとき外側を十字にガムテープで留めて補強すると強度が三倍になる。 象の鼻の中には骨がなくすべて筋肉でできている高校野球の応援に使われる曲の名前はワっショイであるトイレの紙を 三角に折って去るのは清掃員の清掃完了の合図で普通の使用者がマナーとして行うものではない。怠け者は木の枝に逆さにぶら下がり一日のうち一、二時間程度しか動かない。 その背中には薄い緑色の毛が生えているように見えるがそれはあまりにも動かないため苔が生えているのだグレープフルーツに含まれるリモネンという甘酸っぱい香り成分には食欲抑制と 脂肪燃焼の効果があるそのためグレープフルーツを部屋に置くだけでダイエット効果が期待できると大阪大学と新潟大学の共同研究により判明したマックは作り置きが基本だが 作りたてが食べたければ何かを抜いて注文すると良い。例えば、ハンバーガーだったらケチャップ抜き、ポテトだったら塩抜きなど。塩は塩をくださいと言えばもらうことができる。また、あなたのために作りましたという意味のシールも貼られる。 粘着テープの発明者はエジソンである最も長い実刑判決は1万年である「豚に真珠」はキリストの言葉である。 視力検査の時に目を覆うスプーン状の道具はしゃがん紙と言う。視力検査で使う C の形をしたあのマークの名前はランドルト・カンというイカの足は10本と一般的に知られているが正確に言えば。 イカに足はない。背中から順に腕が一本二本と生え、他より長い二本は触腕である。なので、イカについているのはすべて腕である。靴下の角度が九十度ではなく、 135度の理由もともと90度であったが手編みから機械編みへと製造方法を転換したことによるものでそれがきっかけで135度に変わった東映映画のオープニングに出てくる 荒波が岩に砕けるシーンのロケ地は千葉県である千円札の一億円分の重さは九十九キロである当たりが出ればもう一個の棒アイスや 自動販売機の当たる確率は2%と法令上定められている同い年同じ学年を表す「ためは博打の用語でゾロ目のことを言うサイコロの同じ目になぞらえて 不良少年が使い出した言葉だと言われる。動植物の学名に対する日本語の名称である和名では、パンダは白黒グマとなっている。パンダの由来はネパール語で竹を食べるものという意味の ポンガから来ているという説がある。ちなみに中国での呼び名はオオクマネコである。鹿児島県では無賃乗車をする人または行為自体を薩摩の神という。 アインシュタインはノーベル賞の賞金を離婚の慰謝料に企てていた両手を広げた長さは身長とほぼ同じであるイソギンチャクの唐揚げがある インターネットで会員登録するときなどにぐにゃぐにゃと歪んだ文字を読んで入力する。あれはキャプチャという。アメリカ通貨ドルはもともとヨーロッパ由来で特に ペソ銀貨で取引されたスペインドルは世界中に流通したペソは手書きに向かず貿易時には次第に簡略化されていき P と S を重ねたような形になっていったそれが今の S に2本線が入ったあの形となりペソとドルを表す記号となった パンダは成長すると体長120センチから150センチ体重80キロから160キログラムになるが生まれたばかりの赤ちゃんは非常に小さく人間の赤ちゃんの約20分の1程度で体重は100グラムから200グラムである サッカーゴールの横に公衆電話があるスタジアムがある人間の脳の80%は水である猫舌の人は舌の使い方が下手なだけである 熱いものを食べるとき熱いものを下先から迎え入れているから熱く感じてしまうのだマラソンが42.195キロになったのは第4回ロンドン五輪に英国王妃アレクサンドラが スタート地点とゴール地点を自分の見えやすい位置にするために細かく指示を出したことから始まったそれまではおよそ4 0トルという曖昧な基準であった外で遊ぶ子供の方が 運動能力が高くなるという調査結果が出た「もしもし」の語源は「申し上げる申し上げる」であるペプシコーラの「ペプシは」は胃液の消化酵素 ペプシンが由来である睡眠時間は多すぎても少なすぎても脳が老化してしまう美容師のハサミは一度落とすと 職人に修理してもらうまで絶対に使ってはいけないという教育が全国の美容室で徹底されているため落とすと使えない芸術的な引っ越しができるという意味に加え電話帳の一番に乗るために。 アート引っ越しセンターという名前が付けられたが、その後、アーク引っ越しセンター、アース引っ越しセンター、アーイ引っ越しセンターなど真似する業者が現れ、アーアーアー安心引っ越しサービスという業者も現れた。 牛の毛を全部剃っても白い毛の下は白く黒い毛の下は黒い肌のままだがパンダの場合は毛を全部剃ると黒と白の差はなく全て同じ色で無地であるちなみにシマウマの肌は全て黒っぽいグレーである ダイヤの原石という意味を込めたくて原石の文字を入れ替えて芸名を石原にしたのが女優の石原さとみである名前のさとみは画数判断によるものである牛丼やラーメンは 大盛りになれば値段が高くなるが洋服はサイズが違っても同じ値段 L サイズの方が使用する布の量は増えるが布の量が増えた分より実際には人件費やメーカーの利益輸送費包装費など他の費用が圧倒的に多いため 布の多少の差であれば同じ値段で売っても問題ないのだ楽譜に「止まれ」という指示があるだけで音符が書かれていないことにより初演の際に4分33秒の間ピアニストが何も弾かなかったため 4分33秒というタイトルになったピアノ曲があるスポーツブランドナイキのロゴマークは女子大生がデザインしたものであったがそのデザイン料は3,500円ほどであった。 カバディカバディと声を出しながら行うインド発祥のスポーツカバディはそもそもが各地で狩猟をしていた叫び声を統一したものであるがゆえにインドの言葉としてもカバディ自体には意味がない子猫は 生まれてから二三日のうちに母親のおっぱいの中から自分専用の乳首を決め、離乳までずっとそれ以外の乳首から母乳をもらうことはない。これは匂いによって判別しているため、母親をきれいに洗ってしまうとわからなくなってしまう。 大相撲の教授の掛け声「八家よい」は「気合を入れろ」や「全力で行け」などの意味がある「八喜よ々」が詰まってできた言葉である。「残った」は「まだ決着はついていないぞ」の意味である。つまり教授は力士同士を間近で終始煽っているのである。 昔は昼を過ぎた頃に簡単な食べ物を食べることが多く当時の時間で八つどきと言われていたことからおやつという言葉が生まれた八つどきは三時ではなく二時ごろとされている日本で 一年間に店頭に並ぶ洋服の数は40億着以上ある。売れている数はその6割でおよそ16億着近くの洋服が誰も袖を通すことなく捨てられている。リサイクルするとコストがかかってしまうため、それはすべて 捨てられてしまうのだ。鮮やかな赤色が印象的な鮭。鮭は赤身魚ではなく白身魚である。また、水産学上では 100g あたりのヘモグロビンと ミオグロビンの含有量が 10mg 以上は赤身、それ以下は白身と分類される。マグロやカツオなどの赤色とは色素の種類が違うため、マグロやカツオは熱を通すと白くなるのに対し、鮭は変色しないという性質がある。 血液型の正確判断はたった11人のデータから取ったものであった台風は原子爆弾の10万発分のパワーがあるフグに わざと毒を出させてドラッグとして楽しんでいるイルカがいるウサギは毎朝自分のうんちを食べる生まれてからの努力で美男美女になれる分岐点の年齢は。 10歳までの生活で決まるラッコにはほとんど皮下脂肪がないためアワビやホタテウニなど高カロリーなものを取り続けなければ生きてはいけないラッコを飼っている水族館では一頭あたり年間200万から 500万円程度の食費がかかっていると言われる女性が1年の中で最も太っているのは5月8日であるスーパーの店頭に並んでいる。 鳥の卵の重さは約6 0ムであるが基本的にどの卵もそれ自体たった一つの細胞で成り立っている姉よりも妹の方が口が軽いという研究結果が出ている 世界にはさまざまな結婚式があり海の中で行う水中結婚式や空を飛びながら愛を誓い合うスカイダイビング結婚式無重力結婚式がある天気予報の梅雨入りはすべて仮発表である。 泣ける映画を見すぎると太るという傾向がある日本の猫は魚を好んで食べるが欧米の猫が魚を食べることはあまりない。 カーネル・サンダースの像のメガネには度が入っているニュートンは童貞のまま亡くなった東京都のシンボルマークはイチョの葉がモデルではない パソコンのキーボードは便座の5倍汚い佐五條は河童ではなく水の神であるたまごっちには遺伝という概念が導入されている。 猫舌とは猫のように熱い食べ物が苦手なことを意味するが地球上の生物の中で熱いものを口にしたがるのは人間だけであるなので当然犬も猫舌である日本は 世界で一番水族館が多い手の指の中で最も長いのは中指ではなく親指である健康を保つために。 一日三十品目を摂取する。クーラーの設定温度は二十八度が望ましい。すっきり目覚めるために睡眠は九十分サイクルが良い。これらの定説は科学的根拠がない。甘エビの寿命は 10年程度と言われているが生まれてから4年間ほどはオスとして過ごしその後すべての甘エビはメスに変わる漢字の「止め」「羽ね」「い」は特に決まりがない。 ブルドックは雷の音を聞いたらひどいときは目玉を落としてしまうことがある鼻毛を抜くと涙は抜いた方から出る宣伝などで 何度も同じ商品を紹介されると、人はそれが欲しくなってしまう。ピアノの語源。1700年頃、チェンバロという楽器の音色の幅を広げようと、従来の弦を弾くものから叩くものにした、画期的な楽器が発明された。 その楽器は、クラビチェンバロコルピアノエフォルテと名付けられ、弱い音も強い音も出せるチェンバロという意味であった。その後、名前が短くなり、ピアノとなった。アイスキャンディーのガリガリ君は、もともとは会議で、 ガリガリという名前にすることで決まりかけていたが、社長の鶴の一声で語尾に訓をつけることが決まった。松坂牛は松阪牛と読み、松坂牛は誤りである。 喉んこの役割。胎児の時に郊外が二つに割れていたことの名残で、人間が生活していく上で特に役割があるというわけではなく、人体には無用なものとも言われている。薬を飲む時の注意点。 薬を飲むとき、多くの人が水を口に含んでから上を向いて飲む。しかし、薬には上を向いて飲むべき薬と下を向いて飲むべき薬がある。ポイントとなるのは、その薬が水に浮くか、水に沈むか。上を向いて飲むべき薬は常剤で、 口の中に入れたときに水に沈み込み、そのまま飲み込めば、錠剤が先に落ちて水で流し込める。薬を飲むとき、下を向いて飲むべきものはカプセル剤などである。一番最後という言葉。 歳には一番という意味があるため本来は重複表現であるキリンは食事から必要な水分を吸収しているため毎日水を飲む必要はない天気予報で 低気圧は進む高気圧は移動すると表現する偉人として伝わる野口英世は女と酒とギャンブルにだらしなく研究費や婚約支度金留学費などを遊びで使い切ってしまう性格の持ち主であった スポーツドリンクスポーツ選手の水分補給用に開発されたスポーツドリンクだが体に吸収される速度はただの水よりも遅い毛が伸びる速さ髪の毛は一日に約0.3ミリから 0.5ミリ伸びると言われているがもしも全身の毛が1本に合わさったとすると1分間に約3センチメートル伸びている計算となるネスレのロングラン商品である飲料ミロは古代オリンピックの 伝説のチャンピオンであるミロンから採用されている。カットソーとはどんな服なのかカットソーは編んだ生地をカットしてソーしてある服のこと。カットは裁断、ソーは縫うという意味。ちなみに、 ソーイングマシンはミシンのことである。つまりカットソーとは、まずは一本の糸で編んだ生地であること。そして、その生地を裁断し、縫って作られた洋服すべてのことを意味する。包装は不特定多数。 ブロードキャストを指すのに対し、配信は特定多数マルチキャストを指すとされる。配信の特徴は、利用者は配信元と契約を済ませた状態になって初めてコンテンツを受け取れることであり、インターネットの普及により言葉が定着した。 の味覚が感じることができるものは甘さ酸っぱさ苦さ塩辛さの4つで辛みや渋みは含まれていないこれは辛みや渋みは主に触覚と痛覚が絡み合ってわかる感覚のためである。 ヴィンテージは製造されて100年未満のものを指す。アンティークは製造されて100年以上のものを指す。寝る前に歯磨きをすると眠れなくなる。 ビール瓶の蓋が王冠の形になったのは明治三十年代のことそれまではワインと同じコルクを抜く形の瓶であった服のセーターと服の生地であるスウェットはどちらも英語で 汗という意味の「スウェット」の文字が入るセーターは汗をかかせるものスウェーターであるのに対しスウェットは汗を吸い込むものという意味である一瓶に千ミリグラムものビタミン C を含むジュースなど 多量のビタミン C を含む製品が売られているが人間に必要なビタミン C の量は1日あたり約 50mg であるセロハンテープは薄いが実は4層構造になっている。 さんのタラちゃんと名探偵コナンの江戸川コナンの身長差は7センチメートル。クレヨンしんちゃんの野原し之のすけとコナンを比べるとコナンの方が4センチメートル低い。 卵という漢字は2種類あるが、漢字1文字の方の卵は生物学的な卵の意味を持つが、漢字2文字の方は食用の卵を指す。ファスナーのことをチャックと呼ぶのは日本だけで、 1927年に尾道で巾着をもじってファスナーをチャックインとして販売されたところ評判になったことで定着した日本語由来の言葉であるプルオーバーとはどんな服かプルは聞く オーバーバは、超えるで、前後に空きがなく頭からかぶって引っ張って頭を出す服を意味する国内の希少生物その希少性から見ることのできる動物園が限られるパンダとコアラ現在国内では パンダやコアラよりラッコの方がずっと少なく全国の水族館に3頭しかいないウーパールーパーは商標名で本来の名前はアホロートルである。 横浜市にある山下公園は関東大震災で倒壊した瓦礫を集めて埋め立ててできた公園で復興記念の博覧会も行われたリスの尻尾は高いところから落ちた時パラシュート代わりに使ったり 木の枝の上でバランスをとったりと重要な役割を持つ。中には抱き枕の代わりに使うリスもいる。さらに天敵に襲われた際切り離して注意をそらすことができるがトカゲと違い再生能力はないため新しく生えてくることはない。 魔女狩りの時代では男性も対象となっているが呼び方は変わらず「魔女」という言葉が使われていた温泉の成分表にある一般的適応症には冷え症や筋肉痛など広く全部に当てはまるものがある。 どこまで当てはまるかというと温かいお湯に入れば全部効くものばかりであるつまり家で風呂に入れば一般的適応症の効能を得ることができる世界で一番栄養の少ない野菜はキュウリでそのほとんどが水分である タラバガニはカニとついているが、カニではなくヤドカリの仲間である。足はカニに比べ2本少なく8本である。科学忍者隊ガッチャマンの女性キャラである白鳥のジュンは16歳であるが、 スナックを経営している内科は若手の医者の死亡率が低い日焼け止めは外出する30分前に塗る。 君が代は千代に八千代にサザレイ師の岩尾となりて苔の蒸すまでと歌われる君が代には動きなく時はかきはに限りもあらじという続きがあるさらに二番も存在し君が代は千尋の底のサザレイ師のうのいるいそと荒はるるまで 限りなきミオのエイをおぎたてまつると歌われるトムとジェリーなどのアニメで書かれているようにネズミといえばチーズが大好物というイメージが一般的であるがネズミはチーズは好きではなく 他に食べ物がある時は絶対に食べない「間髪を入れず」の「間髪を「間髪と読むのは間違いで正しくは「間髪である明智光秀が 織田信長を撃つ時に言ったとされる敵は本能寺にありは、江戸時代の歴史家、雷山陽の七言律詩。本能寺にある。我が敵はまさに本能寺にありから来ている。イライラした時の深呼吸は、 逆効果という説もある。イライラしたときは二酸化炭素を出しすぎた状態で深呼吸することでさらに二酸化炭素を出すと体に必要な二酸化炭素が減ってしまう。人の体は血液を中性に保つために二酸化炭素の量が大切である。 二酸化炭素が減りすぎると血液はアルカリ性に傾き体内の細胞が正常に働くために必要な電解質のバランスが崩れてしまう19世紀に正式に確認されるまではゴリラは 空想上の未確認生物とされていた当時の動物学者たちは目撃情報に対してそんなに大きな類人猿がいるわけがないと信じていなかった世界で初めて有人飛行に成功したのは ライト兄弟であるというのは有名だが、兄弟のうち最初に登場したのは弟のラーベルである。なお、ライト兄弟はオーベルとウィルパーの二人兄弟ではなく五人兄弟である。二人は三男と四男である。 二つの点とその間の下に1つ目の大きめの点があるとそれだけで人の顔に見えるような感覚になる現象をシミュラクラ現象という飛行機のジェット機の燃料はケロシンと呼ばれるガソリンではなく 灯油に近いものであるデイサービス・ラスベガスという名前のカジノを再現したデイサービスがあるカジノを取り入れることにより男性利用者が急増しこれにより利用者を140倍に増やした アインシュタインは相対性理論で有名な科学者であるが相対性理論ではノーベル賞を受賞できず別の研究である光量子仮説で受賞をした。これは相対性理論が画期的な理論であるという評価がすでにあったが選考委員会が 画期的すぎるという理由で二の足を踏んだからという説があるキツツキが木を叩く理由その理由は木の中の虫を食べるためと巣穴を作る時であるまた縄張りを主張するためのものであるが 木の中の虫といっても普通の鳥が食べる甲虫類や幼虫ではなくキツツキが食べているのは意外にもアリである任天堂のキャラクターのマリオは26歳前後とされている 辞書を作るには、歯磨き粉とホワイトチョコレートの材料が不可欠である。この材料のおかげで辞書は紙が薄くてもつけないようになっている。イソップ童話のアリとキリギリスは、イギリスで勝手に改変されたタイトルであり、 そそもそもはアリとセミの話である丸い予盆にも正面がある生け花や盆栽など日本の伝統的な多くのものには正面があるがどこの家庭にもあるあの丸い予盆にも正面がある。 木の年輪がわかる場合には、その中心がお盆の正面になる。東京都の目黒区は、もともとは、目黒町という地名で、目黒不動村があったことから、この名前になったとされる。しかし、 目黒そのものの由来は諸説ありはっきりしたものはないシャープペンの消しゴムが消えにくい理由シャープペンの消しゴムは硬いゴム製で紙の表面ごと削り取っているため隙間に入った鉛筆の粒子をうまく取り除けないのだ 複雑骨折というのは、複数の骨がボキボキと折れているわけでも、骨が粉々になっているわけでもなく、骨によって皮膚を突き破るなどの損傷をしている骨折を言う。ファッションの流行色は、国際流行色委員会。 インターカラーによって決められ日本流行食協会 JAFCA を経て世に出るため選定から流行まで2年かかる佐賀県で有名なお笑い芸人花輪の出身地は埼玉県である。 亀は生まれた時の温度によって性別が決まる多くの場合28度くらいを境にそれより温度が低いとオス高いとメスが生まれるあいにくの雨という時のあいにくはああ 肉たらしいが縮まって転換した言葉とされる生に「憎い」と書いて「あいにく」という漢字が使われるがこれは当て字である岐阜の長良川の鵜飼は宮内庁式部職務省によって行われている。 したがって、武将の身分は国家公務員である。年頃の娘が父の洗濯物と一緒に洗濯機で洗うことを嫌がるというのはよくある話だが、科学的には分けて洗う必要はない。 洗濯洗剤の多くに海面活性剤が入っておりある程度の量の海面活性剤が溶液の中に入ると汚れをきれいにコーティングしてくれる。そのため父の洗濯物から出た汚れが娘の衣服にふたたびつくということはないのだ。 松田聖子のヒット曲赤いスイートピーの作曲はクレタという人物である。聞き慣れない作家であるがクレタは荒井由実のことでありスウェーデン出身のハリウッド女優クレタ・カルボをもじった作曲時だけの名前とされている。 東京都の台東区の名前の由来は、人が集まり、栄えるの意味としての台、着替鶴ずるの意味としての東を合わせた中国の熟語からである。上野の高台とその東の浅草を表しているとも言われる。 カタログ通信販売会社セシールの CM で最後に言っている言葉はフランス語で「色古さコンフィアンスへソムネール」である日本語で「愛と信頼をお届けする」という意味「高明森武という名前で お笑いスター誕生に出場していた二人に覚えにくいと番組プロデューサーからいくつかの候補からコンビ名を決める命令が下り二人のイニシャル TN からトンネルズという名前を選んだ小春日よりは 冬の寒さが和らいだ春先の暖かい日のことではなく秋が深まった時にまれに訪れる春の陽気に似た日のことである亀の性別は尻尾で判断する尻尾の裏側には肛門があり肛門が甲羅より 外側にあるのがオス内側にあるのがメスであるベートーベンの作曲の「エリーゼのため」にはテリーゼという女性のための曲であった「にやける」という言葉は ニヤニヤと笑うという意味とは全く違う意味で男がなよなよとしていて女のように色っぽい様子または男色の動詞化された言葉である打ち上げ花火は夏と冬で種類が違う冬の方が 空気が澄んでいるため花火は遠くまで見える。夏のように大きく広がる割物と呼ばれる花火ではなく流れて消えるポカモノと呼ばれる花火が打ち上げられる。またスキー場など雪が積もっているところで夏のように大きな音がする花火を打ち上げると 雪崩が起きるため、冬の花火は音が控えめになる。